おはようございます。2時42分でございます。今日はバナチョコロールをいただこうかなと思います。これも木村屋のパンですね。カロリーがね、442キロカロリーと結構高い方ですね。菓子パンでやっぱり350が一つの境目になると思うんですけども、350以上のカロリーだとちょっと高めかなと思いますし、350以下だったらまあ2つ食べても700ぐらいかなというところなんですけども、700でも結構ありますよね。まあとりあえずバナナチョコいただきます。これはね、多くの方が最も慣れしんだ味だと思いますよ。香りもいいですね。大体このパンっていうのは全部一緒の形してて、ここに切れ込みがあって、こういう風にね、中に具が入っているような感じになります。いただきます。うん、これバナナの味なんですかね。でもね、おそらくバナナ果汁が入ってるわけじゃなくって、バナナの味を錯覚させるものが入ってるんだと思うんですけどね、多分そうだよね。あ、バナナクリームっていうのはショートニングと砂糖混合ブドウ糖水飴、やっぱりバナナが入ってるわけじゃなくて、バナナクリームっていうそういった素材ですか、それを作るためにいろいろ混ぜ込んでるみたいです。で、この前も言ったと思いますけども、パンっていうのは発がん性物質が入ってるって言われますけども、発がん性物質ってのはおそらく地上の全てのものにあるんじゃないですかね。で、水の中にはトリハロメタンってのがありますしね。だからまあ運任せですよ。うん、ものすごくね、健康に、まあ、いわゆるうるさい方もいると思いますけども、健康でいることが最優先だとは私も思うんですけども、それを優先するがあまり、あれがダメこれがダメになってしまうのも、まあ気持ちの健康っていうのもあるんじゃないですかね。まあ、だから美味しいものを美味しく食べるっていうのも健康の一つだと思うんですけど、食べたいものが食べられないのも不健康なんじゃないかなと思うんですけどね。うん、美味しい。あ、バナチョコロールって書いてますね。バナナチョコじゃなくてバナチョコロール。うん、木村屋のパン、なかなかいけるんじゃないですか。ありがとうございます。